まあ、ダービーっていうこともありますし、それだけじゃなくて、まあ、前半のうちに数的優位になったんで、まあ、引き分けで OK の試合ではなかったと思うので、まあ、そもそもやっぱりサポーターの方たちも数的優位云々よりも、そもそもやっぱりダービーっていうところには絶対に引き分けでもダメ、勝ちじゃないとっていうところあったと思うので、まあ、そういうところでは勝利を届けられなかったっていうのは本当に悔しいです。今その上の順位で戦っていけるか、それともその下半分に行くか上半分に行くかみたいなところのちょっとそういう戦いが続いていると思うので、そういう上位争いっていう方に自分たちが食い込んでいけるように、そして自分もそういうチームの力になれるように頑張っていきたいと思います。